毎月の支出の半分をコスメに当てるような、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画をですね、2022年上半期、アットコスメベストコスメアワードで、トップ10に入ったコスメすべて正直レビューしていきたいと思います。まあ、元ね、アットコスメ社員として、アットコスメのベストコス、正直にレビューしていきたいと思います。もしよかったら動画ぜひ最後までご覧ください。それでは動画、スタートー。はい、そしたらまず第10位受賞した商品がこちらです。ナロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップクリアです。はい、こちら今年の上半期に発売されたナロッシュポゼの新作下地になります。もともとナロッシュポゼの下地って低刺激設計で敏感肌の方も使えるなどすごくね人気のシリーズなんですけど、今までのシリーズって保湿力が優れているせいで混合肌の人は使いにくいっていう声が多かったんですよね。なので今回新しく出た商品は乾燥もテカリも気になる人向けの潤うんだけどベタつきづらくってサラッとした特徴が仕上がりの化粧下地です。で、手に出してみるとこんな感じ。テクスチャーに関しては従来のシリーズとほぼほぼ同じですね。まるでスキンケアみたいにすごく滑らかになじみます。なんですけど伸ばした後のトーンアップ具合で言うと従来の方がしっかりと軽くなって、今回紹介しているこちら新作のクリアの方がマイルドなトーンアップ具合です。実際に反対側に従来のホワイトの方をつけてみるとトーンアップの違いこんな感じで、従来のホワイトの方があった軽くはなってるかな。あとは仕上がりの肌質に関しても従来のホワイトの方はしっとりに対して今回紹介している新作のクリアの方は保湿感はあるんですけど表面自体はサラッとしているのが特徴的です。はい、そしたら実際顔にもつけていきます。つけ心地に関しては伸ばすときは結構滑らかなんですけど、途中から少しねテクスチャーが変わって密着力もどんどんと出ていきます。なのでこの下地に関しては5点を消してから伸ばすっていうよりかはもう肌に落ちたらすぐ伸ばすっていうのがポイントかなと思います。でカバー力に関しては従来と同じぐらいで、まあ、色でカバーするっていうよりかは光で飛ばして軽くトーンアップしたようなそんな仕上がりかなと思います。ピアノとかに関しても軽くは埋まってはいますけど、まあほんと適度なカバー力っていうぐらいですかね。すごい高いカバー力を求めているわけではないんだけれども低刺激設計でかつ敏感肌の方でも使えるような下地で、保湿感はあるんだけど混合肌の人でも使えるような下地が欲しいっていう方にはこの下地かなり相性いいと思いました。ちなみに今回ベスコスを受賞したクリアが登場したことによってラロッシュポゼから出ている下地が合計3種類になったかなと思うんですけど、結論保湿力を求めつつもしっかりトーンアップしたい人はホワイトがおすすめで、保湿力がありつつも血色感を求めたい人にはローズがおすすめで、で最後乾燥もデカリも気になる人はこちら新作のクリアがおすすめです。はい、そしたらお次第9位受賞した商品がじゃんこちらです。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーアブルームです。はい、こちらはですねキャンメイクの大人気フェイスパウダーマシュマロフィニッシュパウダーの新作です。一時期 SNS でエレガンスのラプードルにねすごく似てるんじゃないかっていうことで話題にもなったフェイスパウダーなんですけど、まあもちろんエレガンスのラプードルの代用まではねいかないかなと思うんですけど、でもプチプラパウダーの中ではねすごく仕上がりが綺麗なフェイスパウダーです。この通り5色入っていて落とすときはクレンジング不要で洗顔料のみで OK のフェイスパウダーです。で付属のパフはこんな感じで、これはねキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーあるあるなんですけど結構パフはね薄めです。悪く言うとちょっとねパフはチャッチーかな。で今回ベスコスを受賞したこのアブルームっていう種類が元々販売されているマシュマロフィニッシュパウダーと何が違うのかっていうと、マシュマロフィニッシュパウダーよりもこちらのアブルームの方が気持ちね少しだけ仕上がりがトーンアップされます。はい、キャンメイク実際顔につけてみるとこんな感じです。すごいわかりやすくザ・陶器肌っていう感じに仕上がったかなと思います。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーの良さでもあった高いカバー力っていうのはそのままで、さらにそこに気持ちほんのりとだけトーンアップ効果がプラスされたようなそういった仕上がりかなと思います。なんかトーンアップ具合で言うと白浮きしちゃうほどがっつりトーンアップしてますってほどではないです。あくまでも自然な範囲内でのトーンアップなんですけど、元々販売されていたマシュマロフィニッシュパウダーと比較をすると、まあ、気持ちね少しだけトーンアップはしてるかなと思うので、より透明感がある仕上がりが好きな人はマシュマロフィニッシュパウダーのアブルームタイプの方を購入した方がより相性いいかなと思います。で最後にあえてでメリットを言うとするならば、マシュマロフィニッシュパウダーってつけたてはねすごく綺麗なんですけど、時間が経つと少しね乾燥を感じてきたりとか、あとはそのよれ方とかも特別ねすごい綺麗によれるっていうわけでもないので、まあ、強いてデメリットを挙げるとするならばそこあたりかなと思いますね。はい、そしたら次第8位受賞した商品がじゃんこちらになります。ロム&の半オールフィックスマスカラです。はい、こちら大人気韓国ブランドロムアンドから出ている全4種類展開のマスカラです。仕上がりの綺麗なセパレートとカールキープ力の高さが人気の大人気マスカラです。でこのマスカラボリュームタイプとロングタイプがあって、それぞれブラシの形はこんな感じ。ボリュームタイプに関してはカーブなどは一切なくストレートな形で、ロングタイプに関しては目の形に合わせてほんのりとだけ傾斜がついています。ロングタイプは少し細長い形をしていて、ボリュームタイプは少し太さも感じます。全4種
手元につけてみるとこんな感じです。こちら側からボリュームタイプの1番ボリュームブラック、ロングタイプの1番ロングブラック、ロングタイプの2番ロングアッシュ、ロングタイプ3番ロングヘーゼルの全4種展開です。まず上段2色のブラックなんですけど、ロムランドのこのマスカラのブラックに関してはほんのりね少し青みっぽさを感じるような、そんな透明感を感じるブラックだと思います。でお次下段の2番と3番なんですけど、個人的特に推したいのがこのロングの2番のロングアッシュの色味ですね。こういうアッシュカラーのマスカラって実は結構ね他ブランドさんまだ出してないところが多くて、ブラックとかねブラウンに関してはいろんなね他ブランドさんも出してると思うんですけど、この黒でもなければ茶色でもないこの絶妙なグレージュマスカラは個人的にねぜひ試してもらいたい色味ですね。すごいねこれ抜け感が出ます。はい、そしたら分かりやすいようにこちら側にボリュームタイプの1番を、こちら側にはロングタイプ2番のロングアッシュつけていきたいと思います。実際に目元につけてみると仕上がりこんな感じです。ボリュームタイプとロングタイプの違い結構わかりやすく出てますね。そしたらまずロングタイプの方からレビューしていきます。ロングタイプに関してはこの通りまつげ自体に太さなどは全く出なくって、一本一本がスッと長くなってくれるようなそんな自然な仕上がりで、結構セパレート感強めに出るかなと思うので、セパレートまつげが好きな方に特に相性がいいかなと思います。ちなみにさっき押してたこのねロングアッシュつけてみると色味こんな感じで、ちょっと仕上がりに抜け感が出るのわかりますか？とねすごい人気のマスカラなんですけど、まあ、一個ねデメリットを言うとするならば、ちょっと今回あえて残してみたんですけど、ちょっとねまつげの先端ですね、そこにね少しまあ液がね溜まりやすいんですよね。まあコームとかで溶かしちゃえばね全然解決はするんですけど、全くねダマにならないマスカラですっていうわけではないかなと思うので、ちょっとね先端の方にマスカラ液が溜まらないように少し工夫をしながら塗るとより綺麗に仕上がるかなと思います。はい、で一方こちらがボリュームタイプですね。ボリュームタイプに関してはすごいわかりやすくまつげ一本一本に太さが出て束感が出るようなそんな仕上がりになります。個人的に目力をねしっかりと上げたい場合はこっちのボリュームタイプの方がいいかなと思います。このマスカラねすごく適量がちょうどよくねブラシに絡んでくれるので、まつげに塗ってる時もなんか量が少ないなだったりとか、なんかちょっとべちゃってついちゃうなだったりとか、こういったのがないのもねすごく個人的にはいいなと思いました。ロングタイプとボリュームタイプね好みだとは思うんですけど、より気になった方の仕上がりぜひチェックしてみてください。はい、そうしたらお次第7位受賞した商品がじゃんこちらです。イヴサンローランのルージュボリュームテキャンディグレイズです。10位9位8位はね全部使ったことがあったんですけど、この7位の商品はね今回初めて使用していきます。はい、こちらスキンケア成分が 78% 配合と抜群のつけ心地や保湿力が高いリップみたいです。ただそれだけじゃなくって同時にメイクアップ効果もしっかり発揮してくれるそんなリップらしいです。でこちらカラーバリエーションが全部で10色展開らしいんですけど、私はね今回4番の色味をチョイスしてみました。これめちゃくちゃ滑らか、なんだろう滑らかっていうか少しなんかとろけるようなそんな使用感ですね。伝わりますかこのツヤ感。このリップねすごい柔らかいですね。スティックタイプなんだけど体温と合わせるとなんかとろっととろけるようなそんなテクスチャーです。これすっごく柔らかいです。ちなみに4番の色味はこんな感じです。コーラルピンク系の色味ですね。ちなみにこれティッシュオフしたらどうなるんだろう、やってみます。あ、ティッシュオフしたらだいぶ色味は取れちゃいますね。色持ちはそんなに良くはないかもしれないんですけど、とにかくこれテクスチャーのとろけ具合とツヤ感がすごそうなので実際に唇にもつけていきたいと思います。はい、つけるとこんな感じです。いや、このリップね、保湿感やばいです。すごい保湿される。なんか塗り心地としてもスルスルっていう感じじゃなくて、ねっとり塗るような、そんな使用感でした。グロスほどすごく重たいっていうわけではないんですけど、スティックタイプのリップの中だったら結構重ための使用感かなとも思います。でもその代わり保湿感がすごい。同時にツヤ感もすごく出ていますね。ちなみに口元の方でもティッシュオフしてみます。はい、ティッシュオフしてみるとこんな感じ。うん、やっぱりそうですね。このリップ、色持ちとかはね、そんなに期待しない方がいいかなとは思います。なんですけど、このリップね、保湿力がとにかくすごいのと、リップの発色自体はね、この通りね、すごく高発色だなと思ったので、高発色な高保湿系リップ探してる人にはめちゃめちゃ相性いいと思います。はい、そしたら第6位受賞した商品がじゃんこちらです。コスメデコルテのイドラクラリティ薬用トリートメントエッセンスウォーターです。はい、こちらコスメデコルテの新作の化粧水です。これ私もねすっごい気になっていて買おうかかなり悩んだ商品だったんですけど、今回ベスコスの第6位を受賞していました。はい、こちらの化粧水、毛穴目立ち、乾燥、くすみ、肌荒れをケアできる薬用化粧水らしいです。コスメデコルテ独自のコンプレックス成分、美肌糖っていうものが配合されていて、その成分のおかげでキメが整ったり
肌の潤いバリアとかが満たされて、肌の全体的な調子も良くなる効果が期待できる、そんな商品らしいです。この商品に関しては今日ね、夜実際に使ってレビューしていきたいと思います。はい、じゃあ実際に使ってみます。これパッケージの化粧水に出る部分が平均よりもね大きめに開いているので、1回で取れる量が比較的多めでした。でテクスチャーはねこれかなり水っぽくってシャバシャバ系です。香りはするものの、そこまで強くはないかなとも思いました。つけた後の肌質はさっぱりしすぎずしっとりしすぎず、ちょうどいい感じかな。しっとり漬けさんからしたらね少し物足りないかもしれないんですけど、中間ぐらいの使用感が好きそうな方に相性が良さそうな化粧水でした。はい、そしたら次第5位を受賞した商品がじゃんこちらです。カネボウのベールオブデイです。いやもうこの美容液もすごく人気ですね。私もねこれ気になっていて、この間あげたアットコスメ東京の購入品動画でもね紹介しています。こちら SPF が50で PA が3プラスと紫外線カット効果がある日中用の美容液です。一応ねその他にも化粧下地としても使えて、乾燥による化粧崩れも防いでくれる効果も期待できる商品です。で出してみるとねこんな感じで、ちょっとライトピンクっぽいような色味がついています。でテクスチャーに関してはねもうほんとザスキンケアっぽい感じ、すっごい滑らかで、もうすぐね肌に馴染むようなそんな使用感です。色味自体はついてはいるんですけど、これカバー力とかはないです。でフレッシュフローラルの香りがするので、あの使っていてね香りでも癒されるようなそんな使用感です。でこれ紫外線カット効果がついているので、夜は使用せず朝に使うスキンケアになります。使い方の手順としては、朝のお手入れの一番最後に直径1センチぐらい取り出して顔全体に馴染ませて使っていきます。なんか馴染ませた後はすっごくしっとりするとかそういう感じではなくって、むしろね結構使用感としては軽いんですけど、でもしっかりと保湿効果もあるようなそんなスキンケアアイテムです。はい、そしたらお次第4位受賞した商品がじゃんこちらです。マキアージュのドラマティックエッセンスリキッドです。はい、こちら全5色展開で SPF が50プラス PA が4プラスのマキアージュのキアナレス美容液リキッドファンデーションです。このファンデは毛穴カバーに特化したファンデーションで、毛穴の奥まで潤いを届けながらしっかりと毛穴をカバーしてくれて、かつね時間が経っても崩れにくい、そんな処方になっています。開けるとポンプタイプになっていて、出すとこんな感じ。私は00番のベビービンクオークルと一番軽い色味を購入しています。でテクスチャーはこの通りすっごくみずみずしいです。軽さも同時に感じますね。ちなみにこのファンデーション化粧下地なしでも使えるので、あの朝のね忙しい時間とかにもすごくおすすめの時短コスメです。で伸ばすとこんな感じで、これ伸ばしたてはねかなり潤い感があったんですけど、伸ばした後の肌質を触ってみると、あの結構ね密着力を感じるし、質感も結構サラッとしている気がします。その上からマスクをつけてもそんなに不快感とかはなさそうな、そんな肌質です。でこうやって手元を見てみる限りだと、確かにこれ毛穴はね結構しっかり埋まっていますね。肉眼でね今こうやってまじまじ見ても、手元の毛穴に関しては本当につるんとすごく埋まってます。はい、でこのファンデーションつけるとこんな感じです。いやこのファンデーションカバー力めちゃめちゃありますね。なんかねつけ心地に関してはすごい軽いなって思ったんですけど、仕上がり見てみるとこれかなりカバー力高いです。毛穴周りがつるっとするのはもちろんのこと、色ムラだったりとかそばかすも綺麗にカバーしてくれました。で仕上がりの質感に関しては、まあツヤ感マットかって聞かれたら、まあ、どちらかといえばツヤなのかな。でも個人的にもすごくツヤ感が前に出る仕上がりではないかなとも思いました。なんか適度なツヤ感かな。で実際に顔に塗ってみても、仕上がりの肌質は結構サラッとしてるので、マスクとの相性もねこのファンでかなり良さそうな感じがしますね。まあ、なんですけど正直つけてて少しデメリットかなって思ったのが2点あって、まず1点目がちょっとこれね密着するタイミングがね少し早いかなっていう風にも感じたかも。なので個人的にはメイク初心者さんとかにはあんまりおすすめしないかも。なんかもたもたしてると少しね色ムラになりやすそうかな。あとデメリット2つ目としては、毛穴自体はねすごくつるっと埋まったなとは思ったんですけど、ちょっとね小鼻のところがね少し毛穴落ちしちゃったんですよね。なんか正直小鼻周りだけに関してはあんまり仕上がり綺麗じゃないかも。でもこれ毛穴や肌トラブルに関するカバー力と、あとはその仕上がりの密着具合、そこに関してはすごく優秀そうなので、カバー力や持ち重視の方はぜひチェックしてみてください。はい、そしたらいよいよここからトップ3の発表です。第3位を受賞したコスメがじゃんこちらです。アディクションのザブラッシュニュアンサーです。はい、こちらのチークですね、粉をお湯でコーティングされていて、しっとりとしたクリーミーパウダーで滑らかで粉感がないのが特徴のアディクションの新作チークです。でこのチークパールタイプ、マットタイプ、ニュアンサータイプの3種類に分けられるんですけど、今回ベスコスを受賞したのがこのニュアンサータイプと呼ばれているものです。はい、そしたらじゃあまずはね手元につけていきたいと思います。すごいこのチーク本当にね質感はすごいしっとりしてますね。はい、で手元に出してみるとこんな感じです。カメラ越しからだと少し分かりにくいかもしれないんですけど、このチークね偏光パールがすごくぎっしり入っててめちゃめちゃ可愛いです。ちなみにね私はその
ニュアンサーの003番をチョイスしています。パッケージを見た時は結構サーモンピンクっぽいような色味かなと思ったんですけど、実際出してみると少し青み感も強く感じますね。角度をつけるとこの偏光パールがねすごいキラキラして可愛いんですけど、でもなんかあくまでもギラギラした仕上がりではなくって、このパール自体がねすっごく細かいのでキラキラ感は感じはするんだけど、なんか派手な仕上がりっていう感じではないですね。結構発光具合はねナチュラルな方な気がする。ちなみにこれ調べてみたら、チーク以外にもハイライトとして使ったりとか、あとはアイシャドウベースとしても使ったりする人もいるみたいです。はい、そしたらじゃあ実際にチークの方もほっぺにつけていきたいと思います。このチークね、ちょっとブラシがねついていないので、違うブランドのブラシは購入して使ってください。はい、つけ終わりました。仕上がりこんな感じです。待って、結構好きかもこれ。なんかこの商品ね、仕上がりとしては、チークとハイライトが一体化したような仕上がりですね。しっかりと血色感は出してはくれてるんだけど、同時にツヤ感もしっかり出るから、一緒に立体感もアップするような、そんなチークだなっていう風に感じました。だし、なんかこのパール感が、なんかね、肌の上にすっごい細かい偏光パールが、キラキラとなんかある感じが、単純に仕上がりが可愛いですこれ。ちょっとこのパール感がね、細かすぎてカメラ越しだと少しわかりにくいんですけど、肉眼でまじまじ見ると、あれなんかちょっと肌の上がキラキラしてるなって気づくぐらいの、そのぐらいのすごい繊細なパール感です。なんかこの商品口コミとかも見てみたんですけど、結構口コミとかだとなんかブラシに少しつきにくいだったりとか、ちょっと発色が薄付きな気がするっていうね口コミとかもちょいちょい見かけたんですけど、個人的にはそんな薄付きっていう風には思わないかもしれないです。発色具合はほんと平均的なチークと同じぐらいな感じがするかな。個人的にはねこのチークの仕上がり結構好きでした。王道に可愛い。粉質もすごくしっとりしててパサつきもないし、単純にパール感がすっごい可愛かったです。はい、そうしたら次第2位を受賞した商品がじゃんこちらです。ディオールのディオールスキンフォーエバーフルイドグローです。私はですねこれ全く同じシリーズのマットの方を自分のベスコスに入れたんですけど、アットコスメのベスコスはこっちのグロータイプが受賞していました。はい、こちらもともと大人気だったディオールのスキンフォーエバーフルイドのリニューアル商品です。リニューアルをしたことでスキンケア効果とロングラスティング効果がねさらに高まったみたいです。でこの商品 SPF は 20PA が 3+、 色展開は現時点で全11色展開です。新カラートゥルー処方っていうのが採用されているファンデーションで、ファンデーションをつけてもくすみにくくてつけたての色味が持続しやすい、そんなファンデーションです。はい、で手元に出してみるとこんな感じで、結構ねこれは少しこっくりしてるというか、少し弾力を感じるようなそんなテクスチャーで、これね 86% が美容液ベースでできてるらしいので、乾燥肌の人もねすごく使いやすいと思いますね。ちなみに私は 0N っていう色味を購入していて、上から2番目に明るい色味になります。はい、伸ばすとねこんな感じで、このファンデーションの仕上がりの特徴はまずね、カバー力はこれ結構しっかりとあります。個人的にはねこれあんまり軽さは感じないかな。なんかこのしっかりと肌トラブルとかをカバーしてくれる、もちろん厚塗り感とかも感じはしないんですけど、どちらかというとしっかりねファンデーション塗って肌トラブルとかをしっかりとカバーしてくれるような、そういったファンデーションかなと思っています。で、塗った後の肌質に関してはこれはね結構しっとりとしますね。わかりやすく保湿感を感じられるようなそんな肌質になります。はい、そしたら実際に顔の方にもつけていきます。このファンデーションに関しても馴染ませていくと少しずつ密着感を感じるようなそんな使用感です。でもさっき紹介したマキアージュのファンデーション、そこと比較をするとディオールの方がね気持ち密着するスピードは遅いかな。あとこのファンデーション特徴として香りがねすごくしっかりとします。だから逆に言うと香りがね少し敏感な方はちょっと苦手かもしれないんですけど、香り自体はねすごくいい香りなので、個人的には結構香りの部分もね使っていてなんか心地いいなと思うポイントですね。もうこれ一本でコンシーラーいらないかもなっていうぐらいしっかりとカバーされた仕上がりだと思います。でこのファンデーションはグロータイプなんですけど、なんかすごくわかりやすくツヤンツヤになるっていう感じではなくって、なんかしっとりとしたすごく自然なツヤ感かなというふうに思っています。なので適度なツヤ感が欲しい方に相性がいいかなと思いますね。このファンデーションをおすすめしたい人としては、まずカバー力をしっかりと求めていて、あとはその乾燥肌の人、あとはこのファンデーションね結構カラーバリエーションが明るい色味のバリエーションとかも多かったりするので、肌が明るい人とかをね特に自分に合う色がね見つけやすいファンデーションだと思いますね。カバー力とかあと保湿力、そこが魅力的な商品かなと思いました。はい、そしたら最後いよいよ第1位の商品の発表です。アットコスメの2022年上半期のベスコスで大賞を取っていた商品がじゃんこちらです。ファンケルのマイルドクレンジングオイルでした。なんかさ大賞
ちょっと意外じゃない？もちろんね、このファンケルのクレンジングオイル人気なのは知ってはいるんですけど、まさかの今年の対象がね、ファンケルのクレンジングオイルでした。で、このクレンジングに関しては、前にね、視聴者さんが今愛用しているスキンケアを教えてくださいっていうね、企画の動画も撮ったことがあるんですけど、そこでもクレンジング部門で第2位を受賞していました。なので、すごいね、王道の大人気クレンジングですね。はい、こちらのクレンジングオイル、メイク汚れだけじゃなくって、角層汚れまで一緒にオフできるような成分が配合されているのが特徴のクレンジングです。あとはね、肌の潤いとかもね、守ってくれる成分も入っているらしいので、メーカー側はね、使い続けることで、素肌の成分量も一緒に上がるっていうね、記載もありました。テクスチャーはね、少し気持ちとろみもあります。アイシャドウ、リップティント、ウォータープルーフのマスカラ、ウォータープルーフのアイライナー、書いてみたので、実際に落としていきたいと思います。はい、ちょっと乳化自体はしてないんですけど、一回クレンジングオフしてみるとこんな感じでした。ウォータープルーフのアイライナーだけ残ってしまったんですけど、アイシャドウ、リップティント、ウォータープルーフのマスカラはしっかりとオフすることができました。私自身このファンケルのクレンジングオイルに関してはすでにもう何本かね、使ったことがあるんですけど、洗浄力に関してはね、これしっかりとある方だと思います。私、前にね、視聴者さんからアンケート取った時とかも、ちゃんとね、しっかり化粧を落とすことができるのに、突っ張り感がないだったりとか、あとはね、そのラメとかもね、一発で落とすことができるだったりとか、というね、結構ね、洗浄力とかも評価されてる商品かなと思います。まあこれに関しては価格帯的にもすごく手を取りやすいとも思うし、まあいい意味でその失敗しないクレンジングかなと思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、以上でアットコスメ2022年上半期ベストコスメ正直レビュー終了になります。いかがだったでしょうか？本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。